昨日から日本海に展開しているアメリカ海軍の原子力空母3隻と海上自衛隊の護衛艦などが、今日午前共同訓練を行いました。共同訓練にはアメリカ海軍の原子力空母ロナルドレーガン、ニミッツ、セオドアルーズベルトの3隻と、海上自衛隊の護衛艦伊勢、稲妻、牧並の3隻が参加しました。 通信手段や戦術の確認などを中心に訓練が行われ、合わせて周辺海域の監視活動もしました。日本海に3隻の空母を展開させる異例の体制を敷いたアメリカ軍と自衛隊の連携を示すことで、北朝鮮を牽制する狙いがあります。